タイム19時スカイシーランド偶然で作る物語。テーマ時間、舞台天海陸、ルール3つのキーワードを使う。偶然で作る物語スタート。天、スカイ、19時。さて、陸が19時になったよ。天には藍色の空気が満ち満ちている。するとそこにうっすらと光を放つ器が現れた。そしてゆっくりと蓋が開いたよ。中からは無数の星が流れ出してきたんだ。少しずつ色の違う星々は好きな方向に向かって元気に飛んでいくよ。なんとも綺麗だ。目が奪われるな。星はそれぞれにとっても個性的でね、好みのところにとどまって色を変えながら輝いていたり、スーッとどこまでも流れていったり、群れを作って何か形を作ってみたり、それぞれが楽しく遊んでいるんだ。海、シー、19時。さて、海が19時になった。太陽が沈んだよ。そして入れ替わりで月がやってきたんだ。海面に映る月は波に揉まれてふにゃふにゃと形を変える。海の色や月の光が混ざって揺れているよ。毎日でも見飽きない景色だな。そんな様子を眺めているとぷかぷか、次から次へとたくさんのリンゴが流れてきたんだ。どこかの船の落とし物かな。月明かりに照らされてリンゴはひまわり色に輝いている。波が揺れてコツンコツンとリンゴ同士がぶつかるよ。すると甘くっておいしそうな香りが水しぶきと一緒に広がるんだ。いい香りに誘われてイルカたちが集まってきたよ。ツヤツヤのリンゴとツヤツヤのイルカたち、いい景色だな。陸、ランド、19時。さて、陸が19時になったよ。小豆色をしたお家では夜ご飯の支度が始まったところだ。カバンのチャックを開けて買ってきた材料を出しているな。野菜やらお肉やらたくさん。マカロニを茹でてお肉を炒めてサラダも作ろう。わーい、グラタン、グラタン。今日はみんなの大好きなメニューみたいだね。煮込んだ具材を器に盛り付けてオーブンに入れるよ。しばらくするとチーズがとろけて美味しそうな香りがしてきたな。
グツグツといい音もしてきたよ。お腹すいたね。